お久しぶりです。中年オタッキーです。実はまあこの間の動画でもちょっとまあお話ししたんですけどね、手の怪我が治らなくって1ヶ月ぐらい経ったからそろそろどうだろうと思ってレントゲン取りに行ったら1箇所だった骨折が3箇所に増えていました。ダメっすね、やっぱ50歳になると。まあそんなわけでね、あの写真を撮るような動画とかね、そのできない状況が続いておりまして、まあ、それがねアップロードをためらってる原因になってて、ね、ネタはたくさんあるんだけど何もできない。パソコンをいじることすら結構ねこれしんどいんで、まあそんなわけで今日はね細かい画像とか出ませんが、とりあえずその特に初心者の方が気になってるところをやっていこうと思います。それでは本編スタート。ね、今日のテーマはね、そのカメラの保存に関して、まあカメラの保存ってね、結構いろんな人たくさん挙げてるし、そのまあ本とかにももちろん載ってますし、ショップとかでも教えてくれたりするんですけど、まあ簡単に言うとね、そのレンズとかそのカメラ本体のファインダー内とかをカビさせない、これが一番のポイントになってくると思います。それでまあ私写真を始めてだいたい35年ぐらいになるんですけども、実はレンズカメラ関係をカビさせたことは一度もありません。中学3年の終わりぐらいに父親からカメラを借りて写真を始めて、で高校1年ですぐに写真部に入るんですね。で写真部の先輩から、まあカビ防止剤を使ったら大丈夫だということを聞きまして、もうそのカビ防止剤だけでやってます。そのお金をかけてね、その防湿庫とかを買うのももちろんいいんですけど、まあ、防湿庫結構かさばりますし、お金も結構かかります。でまあ電気代ももちろんかかりますしね、除湿をずっと続けているんで。防湿庫のね、その問題点としては、まあずっと放置してた場合ですよ、ずっと監視してなかった場合、まあ故障した時に1ヶ月ぐらい放置したら実はもうカビてたから、そういう可能性はないのかなって、まあ防湿庫使ってないから分かんないですけど、そういうことを考えるとちょっと怖くて使えないんですね。で現状はね、富士フィルムのカビシャットっていうのをね、カメラを保存しているプラスチックケースの中にポンと入れてます。でこのカビシャットはね1年間ぐらい有効期限がありまして、でそれを入れてるとまあ1年間カビないと。でこれね、カメラバッグにも入れといた方がいいと思いますね。カメラバッグに入れてちょっと旅行するとか、もうね3日4日カメラバッグに入れっぱなし、まあもっと入れっぱなしっていうパターンもあると思います。だいたいね、劣悪な環境にカメラを放置した場合、3日とか1週間とかでカビることも十分あるらしいです。まあ私ね、カビさせたことないから分かんないです。カビたレンズはいくらでも見てるんですけど、自分のレンズをカビてないレンズカメラをカビさせたことが一度もないんで、はっきりは分かんないんですけど、まあ35年間そのカビシャット1本で、富士フィルムのカビシャット1本でやってるんで、まあ値段もね200円ぐらいで1セット買えますし、でそれでね十分使えると思います。でまあここからはちょっとマニアックな話になってきます。まあデジタルカメラもフィルムカメラもその今のカビシャットで十分カビないんですね。でまあカビに関する話はちょっとここでもう置いといて、この動作に関する、これフィルムカメラ、まあこれキヤノンの F1 ですけど、この手のカメラをお持ちの方、厳密に言うとこれね、こう巻き上げレバーがある手動巻き上げのタイプのカメラに関してのお話をいたします。このシャッターのね構造を説明すると、シャッターってね基本的にねバネなんですね。バネでシャッター切れてるんです。で今からお見せしますと、これ見えるかなよ、これね、こうシャッターを切ると幕が、これは横走りフォーカルプレーンって言って横に走るタイプのシャッターになるんですけど、これがシャッタースピードを下げると、わかりますかね、先幕が走って後幕が追っかける、こういう構造になってるんですね。よ
こんな感じです。これ何が言いたいのかと言いますと、写真を撮るために巻き上げますね。で、巻き上げたらこうスタンバイの状態になる。で、シャッターを切ったら走る。これね、その巻き上げる方向にバネで引っ張るんですね。そのバネが伸びるんですね。バネが伸びて、そのシャッターが走る方向に引っ張る。つまり巻き上げてシャッターが待機している状態っていう時は、バネが伸びきってるんです。で、この巻き上げた状態でカメラを保管すると非常にまずいです。実はこのカメラもそうだったんですけど、バネってね、ずっと伸ばしてると弱っちゃうんですね。で、伸びてしまう。で、最終的にはそのシャッター巻く速が変化してきます。で、このカメラの場合は先膜が緩くなってました。先に走るシャッターが遅くなってたがために後ろのシャッター膜に追いつかれると。で、録音ムラができる。これ逆ももちろんあります。後膜が緩くなってその離れていく、先膜に置いていかれる。今度は録音オーバー、追いつくのは録音アンダー、離されるのは録音オーバーになるんですね。で、その場合テンション調整というのをしなければならなくなります。で、マニュアルフォーカス、まあ、そのマニュアルの機械式のシャッターの場合は結構テンション調整簡単ですけど、やっぱもう測定器とかないんで山間になっちゃうんですね。あんまりやりたくないんで、もうそれはいい状態をキープするのに越したことはないんです。だから保管する場合はね、もう必ずシャッターを切って、で、フィルムが入ってる場合でもできれば最後の1枚切ってから巻き上げない、このぐらいの神経質は持ってもいいと思いますね。そのぐらいね、やっぱその露出に関係することになってくるんで、そうですね、シャッタースピード60分の1とかそのぐらいの速度だったらね、このぐらいの誤差はあんまり気にならないんですけど、250とか500になってくるともね、十分ね、もう写真見て分かるぐらいになってきます。で、まあそういうことは避けたいんで、この手巻きのね、手動巻き上げのカメラを使用している方はそのシャッターを切って、保存した方がいいと思います。最近のデジタルカメラとか、まあ新しいオートフォーカスのカメラはね、もう自動巻きになっちゃってるんで、もうそれはしょうがないですね。自動巻きのやつはもう勝手に巻いてしまうんで、まあキヤノン T90 とかはその自動巻きになって最初の頃のカメラですけど、やっぱりね、その先膜が緩くなってるのが多いって聞きます。で、そうすると、まあキヤノン T90 なんか特に電子シャッターですから、もう僕ぐらいのレベルではちょっとシャッター巻く速を調整するのはもうほぼ不可能になってきますので、で、まあ皆さんの場合でもね、その巻く速の調整の仕方なんか知らないし、やったことないっていう方が多いと思うんでね、こうやってね、まあメーカーとかそのまあカメラの修理屋さんとかに巻く速調整をお願いした後にその大事に保存するっていうのは結構大切なことだと思いますんで、ちょっとまあその辺を説明させていただきました。あとね、その押し入れとかに保管することが多いと思うんですね。カメラ常時使わないアマチュアの方は特にそうなんですけど、で、カメラを保存するボックスですけど、できれば僕は透明がいいと思ってます。なぜならば一人暮らしで絶対俺しか触らないのっていう場合は別なんですけど、嫁さんとか子供がね、押し入れ開けたりするわけなんですね。その時に中が見えなかったら何だか分かんないからボンって投げたりするわけですね。その時にカメラガチャガチャになってしまいますから、いや、中身が見えてるっていうのは結構大事だと思います。まあ中身が見えてない箱を使っていることは、カメラ壊れ物を勝手に触るなとか、その中貼ればいいんじゃないかなと思いますね。今日はこんな感じです。ちょっとね、あんまり長いこと動画をお休みするとちょっと問題かなと思ったんで、手怪我してるんでこんな動画しか上げれなくてすみません。治る時期なんですけど、これ下手したらあと2ヶ月ぐらいかかっちゃうかもしれないですね。悪化してましたんで、本格的な動画復帰はちょっとしばらく見送りになるかもしれないです。そんな感じです。今日大したことは言ってないですけど、役に立ったなとか思ったらいいねボタン押していただければ嬉しいです。それで次回の動画アップもまたちょっと未定になりますけど、ちょっと怪我が治るまで鎮静化するかもしれないですし、そんで年末になってくると繁忙期になってきて忙しくなるんで、まあどうかなと思います。
それではまた。